皆さんこんにちは、浅川亀仙流チャンネルの浅川です。今回はですね、昨年の5月にも一度出ていただいた、ゲストの方に来ていただきました、コギーシティテレビの、カズさんです。よろしくお願いします。どうもお久しぶりです。ちょうど1年ぶりぐらいですよね。そんな経ちます経つんですよ。あの時は、はい、まだ僕のチャンネルも1000人に達してなくて、本当にカズさんのことはなんとなくこう、なんとなくしてたんですよ。はい、やっぱすごく顔立ちとかもすごく目立つ方なので、でたまたまスーラジに来てたら、はいはい、おっと思っていらっしゃったので、はいはい、でなんかちょっと挨拶だけした後にそのカズさんがこう走行してるところに僕が勝手に割り込んで、すいません。走行中申し訳ないですけどコラボいいですかって言ってかなり強引に来させていただいたということで、はい、本当にしかもあの時は僕のチャンネルだけで本当出させていただいて、はいはい、もうカズさんの方に僕は全然登場しないみたいな、はい、本当の押しかけみたいな感じだったんですけどあれからまあおかげさまで、はい、まあ、1000人超えて、ね、今3500人ぐらい超えたっていうのちょっとかなりびっくりしてるんですけども、すごいですよ。はい、今後なんかいろいろと、まあ、この1年の僕割とカズさんのチャンネル特にコビーショップスクールってあれすごく参考にさせていただいてて、ブログの方でも結構引用して、あ、すごい参考になるっていうか、見る方によってはあれお客さん目線の話ではないじゃないですか、店じゃないですか。なのでこれ紹介しちゃって逆にちょっとあれかなっていう時もありつつも、やっぱりすごく共感する部分があるんで、すごく紹介させたり、あれそうなんですよ。お客さん目線ではないんですけど、お客さんもそれを分かってゆっくり遊んでほしいと、ね、逆にだからそんなこと店に任せろよってことなんですよ、それができない店にはいくらぐらいのレベルはありますけどね。まあ、やっぱり、ミニ四駆が基本ベースなので、まあ、ミニッツの方には完全にこう、まあ、全部が全部当てはまるわけでもないんですけども、ではないですね。でもやっぱり参考になるところはすごくあるなっていうのがあって、ね、まあ、でも僕も過去の経歴で言うたらミニ四駆屋さんから10分の1のラジコンのショップもやってたし、もちろんミニッツも扱ってましたし、そういうのを経て今なんで、だからもう全然違いは、まあ、分かりますけど、ミニ四駆とミニッツとあれはラジコンも全然ちゃうし、はい、そうだからすごくそう僕とほぼ同い年なんですけども、18年でしょ、僕は49年で、あ、9年か、1個違うんか、9年の2月生まれ、あ、ほんな同じ年じゃないですか、はい、同じ学年か、同じ学年なんで、はいはい、ですよね、はい、なので僕と同じ学年の同い年の人がここまでいろいろやってるっていうのが本当すごくって僕はメーカーの決められた枠の中で僕は戦ってきてるわけですよ、はいはいはい、だからどっちかというとある意味で表舞台で戦ってるので、はい、割とだからそういう意味では有名になっちゃったのかなみたいなところがあるんですけども、でも本当にやっぱりいろいろ頑張ってるのは実はその裏でサーキットをやったりとかいろいろやってる人の苦労っていうのは本当にすごいものだと思うんですよね、やっぱり。まあでもね、店のさんたちがね、苦労やと思うやったら今すぐやめてください。もう今すぐやめろ、ほんまに。それも楽しむためなんですよ。なるほど。もうなんか楽しんでやる。だからなんか僕うちの常連客を客と思ってなくて、ほんまに友達は思ってるんですよ。普段も遊ぶし、他の店の人に言われますよ、よう遊んでるなとかね。いや別に一緒に旅行も行きますからね。あ、そうですよね。なんか旅行する動画とかも上げてますよ。あれみんなうちのお客さんです、元。元今でも客やけど、常連客の子らと行ってみたいな。それでミニ四駆のその何だろう見てて、はいはい、僕はミニッツにちょっと当てはめて、カズさんの言ってることはすごくよく分かりつつも、僕が自分でそのお客さん立場だと、はい、なんていうのかな、ちょっとちゃうなみたいな、ね、いや、ちゃうなじゃなくて、はい、困るなっていう道になるんだけどっていうのが、はい、なんだろう、店の料金を安くするのではなく高くしてクオリティを上げろっていう話がすごくあるじゃないですか、はいはいはい、店員さんをちゃんと置いて、はい、こう座る椅子とかもパイプ椅子とかじゃなくてちゃんとして、はいはい、やってその客の質を上げるっていうんですかね、お客様が満足できる店にすれば、はい、高くてもお客さんが来るっていうのがあって、はいはい、でもすごくそれは納得できる話で、はい、やっぱりなんだろう、趣味の世界っていうのはやっぱりある程度お金出してもやるって人はやっぱり多いと思うんですよね、はいはい、なのでそれは正しいと思うんですけども、ただそれをやられると僕みたいにお金がない人は実は
あのスタート位置に立てないっていう実に問題点があるんですけども、それはね、うん、あの僕はもう最近の動画で話してるんですけど、はい、ミニッツっていうかね、ラジコン自体には当てはまらないんですよ、うん、っていうのがね、っていうのは、はい、ラジコンっていうかもうミニッツもそうやし、はいはい、あのミニ四駆はミニ四駆とラジコン似て非なるもの、一番大きい違いはミニ四駆の上位の遊びがないんです。はい、はい、見ました、ないんです、はい、でミニッツに関しては10分の1のラジコンがあったりとか、もう下手したらカートやったりも実写に行けるじゃないですか、うんうん、だから例えば僕がミニッツのコースやんねやったらと思っていろいろ考えると、1日5000円ぐらいもらってこんなサービスけどあんなサービスけどって思ったことがあるんですけど、それすると1日5000円払える人はもうちょっと上位の遊びするんちゃうかと思って、だからちょっと見極めが難しいかもしれないです。だから例えばですがミニッツのコースネタで世間が2000円やったら3000円ぐらいまでが限界で、ほんで環境がめちゃくちゃいい、だからもう極端な話もモタイヤセッターとかみんな使うもんは全部店にあって、うん、でタイヤわからんわ削ったけよかー言うて店のやつがやってとか、それでやって3000円ぐらいが限界かなって、そのやっぱ遊びによってありますね、それは。なるほどな、上位の遊びが歩かないから、うん、あとはそのミニッツのその、うん、なんだろう、人数のキャパが少ないっていうのもちょっと問題としてあるのかなと思って。それはね全然問題じゃないです。大丈夫ですか？今のみんな、ね、僕も木屋さんやりだした頃は、はい、そうやったんですけど、その今ある既存のパイから取ろうとするんですよ。今ミニッツやってると今度は1万人ですって1万人を食べようとするんですよ、うん、そうじゃなくてなんで自分で1万100人せえへんのみたいな、うん、そこの100人からやっていけるじゃないですか。だから今僕のところがミニ四駆のバーとミニ四駆のサーキットやってるんですよ、うん、それはその違いはミニ四駆のバーは飲みながらやってちょっと本格的でもないんで、だけどうちでハマって本格的にやろうので周りのただのコースって行きにくいんですって、はいはいはい、ちょっとなんか遊びにくい場と、はい、それがあってだコースだけ消化みたいなんで、もうコースだけでもそこも1日3500円だな、ミニ四駆で1日3500円もらってるんですよ、まあ、それでなんとかやってるみたいな。せまあきっとミニッツのコースとかするんでもそのきっと僕の予想では3000円ぐらいまでで、例えばフリードリンクついてるとかそういう付加価値つけりゃ僕は大丈夫と思います。でもう昔は安くでやってたんですよ、昔木屋さんやってるから、はい、でその時やってても結局なんかそんな気持ちも分かってくれへんし、そうやったら自分の価値観合う人と遊ぶためにもだからショップするんやったらっていうのがなんかね、世間一般の人にみんなに来てもらうなんて思わんでいいですよ、そういうところがなんかポイントですかね。なんか言い方なんですけど、まあ来れない人は今度もいいんちゃうぐらいの気でやらんと、周りの値段と合わせていって周りが500円からうちも500円、でもサービスはうちの方がいいんやったら値段本当は高くてもいいじゃないですか。そうですね、もう普通のその辺の銭湯とスーパー銭湯とで値段が違ったりもするわけですから、その辺気にせんでもその自分のしたいとこでええんちゃうかな。あとじゃあ、はい、スーパーラジコン秋葉原店のちょっと特殊ケースになると思うんですけども、はいはいはい、まあ、特に去年から今年に限って、うん、まあ、カズさんも見ていただくと分かると思うんですけども、はい、あまり店員さんは何もしないんですよ、はいはいはい、このお店って、はい、で店員さん何もしないから、まあ、人件費がかかってない分もあって若干安めだと思うんですよね、はいはいはい、その分、例えば僕も筆頭にしてある意味常連さん的な人たちがこう新しい人が来たら教えるみたいな形を今取ってて、この1年で実はすごくそれがうまくいっちゃったと思うんですけども、ただカズさんが言われてる通りにやっぱりそれをやるの、お客さんがお店を雰囲気を作るのも実は良くないなっていうのも確かに僕もすごく思ってて、まあ例えばうまくは今言ってるんですけども、スーラジももともといた常連さんいるじゃないですか、はい、でその常連さんたちと、まあ、初心者の人たちがやっぱりこうちょっとなかなかいきなりは仲良くなれないから、ね、うん、初心者同士で今度仲良しをグループ作ろうと思って、まあ、僕は始めたわけですよ、うん、で今度それがうまくいきましたと、うん、なってきた時にこの初心者グループに入れない初心者がさらにできちゃうんですよね。そうですね、うん、そうするとここが第二常連みたいな感じになっちゃうのも良くないなっていうのがちょっとあって、はい、今それになりつつあるんじゃないかって不安がちょっと僕あるんですけど、そのあたりはどういうふうに思いますか、ね、まあ、本来店がすることなんですけどねほんでだからそれがそこまで本当はお客さんに考えさせちゃダメなんですよ店は。で何やろ、僕でもねそれがねもうしょうがないんですよ今のここの値段で、もう今のこれ以上のサービス絶対提供無理じゃないですか。そうですね、だからもうそこはそんなもんですね、もう流れに、ま、店側としたら
もうこの値段で維持するのがやってやれでやってはるからしょうがないとは思います。そんで それをあの言うてもそれって店のせいじゃないですか。そうなんのも本来だから、それをなんか店のさんたちよう言うのがね、あのあいつらが来るからおかしなったんやとかね、それ人のせいにしてんのよう聞くんですよ。あ、なんかありますね、よく。もうあのそれがあの店側がね、うん、でそうやねん、あんたの店やねんからあんたがやりんやって話なんですだけどなんかそれをなんか店維持するために通販やったりとか、他の仕事して手回れへん、じゃあ常連客の人が仕切ってくれるけど、その常連の人もお金払って仕切りに来てるわけやから、じゃあ自分も遊ぶじゃないですか。ちょっと見落としもあったりとかだったらうまいこといかへんとか、あとその例えばこうやったら浅場さんと会わへん人は来にくいっていうのもあるかもしれないです。例えばですよ、そういうのもあると店としてはどうなんかなって思うんで、僕はもう自分でやるべき。でもただ値段と合わへんから今の現状しょうがないと、僕もそういう店をやってたんで、そこはしょうがないから、だから浅場さんがそこは考えに楽しんでください。自分の楽しみの範囲でそれ逸脱してまでやる必要ないと思うんですよ。まあ、基本的に僕はあの僕がミニオークとかそのラジコン関係ないんですけども、はい、まあ、新しいコミュニティよくあって、うん、なんかこう初めての人でも大丈夫です、うん、アットホームななんちゃらっていう歌い文句よくあるじゃないですか、はい、うん、初めての人でもすごく仲良くできますよっていうのを見て、はい、あ、そうなんだって期待して行きました、行ってみたらそこにいる常連さんたちはすごく仲良くしてるけど、はいはい、なんかポツンと一人で結局仲間に入れずに終わっちゃったっていう経験をものすごくしてきたんですよ、はいはいはい、でそういう経験をしてきたので、まあ、なんだろう、仲間に入りたいと思って来てくれた人に対してはとりあえず声をかけて、あ、この人は仲間になりたいんだなと思ったら、そこからこう、まあ、今いる初心者の会みたいなメンバーいるじゃないですか、とこう仲良くなってもらって入ってもらったりとか、あとは逆にそういうただ走りたいだけで喋ってる時間とかもったいないって人も中にはいますよね、はいはいはい、でそういう場合はあの声だけかけて、なんか困ったことあったら言ってくださいねみたいな感じで、あとは様子見るみたいな、店のおっさんやんやってることお、まあ、僕がやっぱりそういう人がいたらよかったなと思ったん で、 で、ね、それをやってるって形なんです。じゃあ店やったらどうですか。いやそれが一番いいと思いますけど、まあ、そういう意味ではある意味そのスーパーラジコ秋葉原店っていう場所を提供していることに感謝して、まあそれが協力にもしなるんだったらと思って一応やってるところがあって、もし逆に僕がやってることで迷惑かかってるんだったらそれをちょっと控えようかなっていうのをちょっと考えながら思ってるんですよ。あ、はい、ちょっとあのこれはあの店の意見とかじゃ個人の意見ですけど、もうあの迷惑かかってるかどうか考えなくて好きなことやってください。キャラやねんから自分の人がやってください。 そこで店があいつ迷惑とか言い出したら、それはもうそれでもうね、合わへんの結局客ですから、うん、お客さんも好きなんですよ、ください。そのまあね、でもそうなんですよね。でも維持のためになんかこうで、だからミニオークのコースなんかただのコースって、その無料のコースやから仕切ってる人で変わっちゃうんですよ。さあめっちゃよく回ってるとこもあるんですけど、もうそんなんは軽で、基本的にはなんかもうあの大体荒れてますわ。ですよね、僕もそういうイメージがすごくあるので、はい、だからこのスーパーラジコ秋葉原店も僕のイメージとしては割とレアケースなのかなって、だと思います、うん、すごく仲がよく、はい、で新しく来るお客さんも本当にいい方が多いっていうかね、ちょっとねこれね、わざとこういう配置にしてないと思うんですけど、あのお客さん同士が近いのいいんですよ。あ、なるほど。で僕あのこの間あの去年作った店で、別にあのわざとそんなに経験であろうけど机とか掘り込んで、人が通るときにちょっとすいませんとかわざと言うようにしてるんですよ。ほんだちょっとすいませんって声かけるんでも声が出るじゃないですか。そうですね。だからあのちょっと狭めに、でちょっと今もあのコロナの状況からだいぶ間引きはしましたけど、基本的にはちょっと狭めの方がお客さん同士が近いっていう感じになるんで、だからなんか喋るきっかけなんでもいいんですよ。なんかちょっと待ってくださいね、模型のおっさんに喋ってるわけちゃうんやから本来はでもあのそうなんですよ、お客さん同士が喋るきっかけ作ったりとか店に来る理由とかを僕らが作るのが仕事なんですね。ただ店開けててどうぞじゃ来ない、来ないというかまあ来るでしょうけど、まあ、まあ口開けて待っててもしょうがないんで、なんか理由を作るっていうのが本来の仕事です。そうですね、まあ、僕は全然仕事関係ないんですけども、まあ、僕の場合はやっぱ長くなんだろう、ある意味ですごく携わってもらってきて、はいはい、まあ、最初はタミグラずっと出て、うん、まあ、ミニッツのほぼ20年ほぼやってて、まあまあ、すごい楽しませてもらったっていう感謝もあって、はいはい、なんかこうある意味でなんかこう
協力できないかなっていうような、まあ、別に持つ必要はないんですけども、そういう気持ちがちょっとあったもんで、まあ、新しい方が増えて、で盛り上がってくれたら、それが自分に返ってくるじゃないですか、っていう形でやってるかなっていうところで、いや、ね、そういうのが、まあでも、だからなんか、京都、僕は京都 のウエストミックスリンクさんによく行くんですけど、はい、あそこの店長はまあちょうどええ加減でやってはります。もう声かけたりもするし、放置もするし、みたいなこうええ感じで、ね、京都の店長に、もう店長がおるカウンターのね、周りに初心者席を作ってくれと。で、そこは値段500円高くでもいいと。で、いつでも先店長が声かけてやったらええけどいいやんって言ったら、はい、そうですね、みたいな感じだから、あ、めんどくさいからそこまで。でも、まあまあそんななんかちょっとでもやっぱりなんかね、お金払ってでも教えてほしいとかいうのが、あってもいいと思うんですよ ね, ありますね。だから今なんか僕のところで今やろうと思ってるサービスでミニ四駆のフレキの作り方2000円とかいうのをもう店に釣ろうかなと思ってるんですよ、うん、でそれで別にお金もらうんじゃなくて、それきっかけですいません2000円で教えてくださいって来たら、いやいやコース使ってくれたらただ教えてあげるからコース遊びに来てくださいよ言うて、もうコースに誘導するためのなんかそういうのを作ろうかなと思って、まあまあ喋るためのきっかけだけでいいんで、実際ほんなら2000円もらって教えますなんかせんでもいいんで、っていう感じにしようかなと思ってるんですけど、ね、なんかなるべく初心者の人が入ってきやすいようにとはめちゃめちゃ思ってます。あとちょっと話が少し変わるんですけども、はいはいはい、どうしても趣味ミニ四駆もそうですしミニ四駆もそうなんですけども、結構お金はかかる趣味じゃないですか。そうですね、だと思ってて、うん、よくその子供っていうんですかね、うん、子供をなんかユーザー増やさないと未来がない、はい、未来がないって言って、なんか子供を優遇じゃないですけども、はいはいはい、なんか子供のファン、ユーザーを獲得しなきゃダメだみたいな話がすごく聞くんですけど、はい、結構僕その話にはあまりその乗り気じゃなくて、はい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 、特にラジコンなんて、うん、子供がどんなにやりたいと思っても、うん、資金的に無理じゃないですか。そうですね、ミニッツも比較的安いって言っても、うん、サーキットまで行かないと正直長続きしないと思いますよね。そうなってくるとどんなにこう進めたとしても、であと例えば2人いたとして、うん、1人は親がすごく協力してくれて、うん、サーキットにも連れてってくれると、もう1人の子はもう親が全然協力的じゃなくて、うん、なんとか1台を買ってくれたけどそれ以上何もサポートがないってなると、うん、もうここで同じものになることができないじゃないですか。そうですね、一緒に遊ぶこともできないと思うんですけども、はいはいはい、そういう現状がありながら、その子供を増やさないと将来なんか未来がないっていう風になってる風潮的にはどういう考えがありますか。ね、別に僕はそれはメーカーがやることであって、はい、ユーザーとか小売店がそんなに気に使うことないと思ってます。ただ興味持ってもらうように、例えばうちでやった場所があるんやったら店の前にミニ四駆の無料のコースを置いたりとかしてる時も、場所がある時はしてたんですよ。今ちょっと場所が使えなくなったんでやってないんですけど、だから無理に子供とは思ってないです。だって面白かったら勝手にやりますもん。そうですよね。であとなんか僕ミニ四駆さん始めた時に23の時始めた時かな、で子供らがね、あいつどこ金持ちやからめっちゃ部品買えるとかそういうのがあるんですよ。でその時に、いやそれはモータースポーツやからスポンサー獲得がまず大事やと、だからお前らが親父とかおかんを口説いて部品を買ってもらうなりするのはまずそれは絶対しなあかんことやね。あいつは裕福でスポンサーがいっぱいおんの、でもお前ないんやとそう知る。またなんか例えばやけど走行量は子供でも何百円ぐらい持ったんかな、ほんならコース代がないって言うんだったらそれおっちゃんに言えと、ほんじゃ掃除したら今日はタダでいいでとかやっとるよって。だけどお前ら全員で掃除しに行くの邪魔やから週何回まで3人までやぞとかさ決めて、そしたらその日1日遊べるとかしたるやんって言ったら、あそうか、まずスポンサー獲得も遊びの一つやでって言って、なるほどな、っていうふうにはしてましたね、お金のある内容は。だけどまあでも子供を無理やり入れる必要は僕はどっちでも、できっとね僕たちが生きてる間この趣味続きますから大丈夫です。なるほど。もうそんな死んだことなんかどうでもよくないですか。まあまあそうですねそれもメーカーが考えてもらったら、はあ、まあでも当初なんか駿河屋さんが買うてくれたんやから、うんうん、なんか面白いことになるかもしれませんね。そうですね、ちょっと楽しみですよね、はあ、うん、まあこんな感じで、うん、まあなんだろう、ただの本当ユーザーの立場だったんですけど、はい、なんか言ってることは無形のおっちゃんみたいなことを無形やったやろ
感じなのかなってちょっと話を伺ってちょっとそんな感じがしてきました。はい、野木屋さんすればいいと思います。いやなかなかそれはもうずっともうなんだろう昔から本当に僕はでき趣味でできる範囲でずっとやってるんですけども、はい、気がつくとなんかちょっとこんな感じになっちゃってという感じで、まあブログと、はい、まあ YouTube と、うん、で特にこの1年で YouTube がやっぱ YouTube の力ってすごいですね。そうですね、なんか教唱の方でもなんか僕の YouTube とかきっかけで始めた人って今日会いましたなんてブログに書いてあったりとかしたぐらいだったので、はい、なんかだから逆に言うとあんまり余計なことは言えないのかなっていうのはちょっと責任感も感じてきたかなっていうのはちょっと感じてるところですね。はい、好きなことやってください。好きなことはね、好きなことやって、はい、頑張ろうと思います。はい、はい、というわけでですね、今回は本当にただ喋ってるだけの動画になりましたけどもどうですかね、みんなついてこれましたよね。はい、まあ今後ともですねまた、はい、いろいろとちょっと勉強させていただきたいと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、今回はホビーシティテレビのカズさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。